さて今回もレジェンドオブキーパーズやっていきましょう。さあちょっとね、前回から進んでしまっているんですが、録画ミスをしまして、ゲームをね、無音で撮ってしまったというとこで、この昇進まで進みました。2000したのかな。で、その中でですね、この強化しましたファーリオンが大活躍したと。で、火力不足感があってね、この魔人とか強化し始めているんですが、このファーリオン、この子が特にね、活躍したシーンがあるんで、そこはちょっと載せると思いますが、この子の活躍でね、チャンピオン、ボスか、を瞬殺したんで、こいつはまだまだ強化していきたいなと。これ何これ？あ、当初のサッカー界か。めっちゃ食らうね。ダメージになるんだ。オッケーオッケー。もうちょっと時間稼ごう。もう一回いきますか。東証ブレイク。バーン。強い。なんか素晴らしいぞ。まあ、この東証を受けてる敵にダメージ増えるとか、そういうのを使ってやりつつ、まあ、東証をつけて、このアバロで東証スタックを破壊して倒すだとか。そういった技を使うわけですね。トレーナーは足りないか。メカニック。これは全部お金使う系だね。メカニック行ってみよう。やけどが2。凍傷が2。ダメージが増えるか。微妙だね。まあ、今、凍傷の方が比重が高いんで、凍傷上げましょう。さあ、今のとりあえず目標は、お金を貯めるというところですね。で、血があるんで、ちょっと、血使いたいな。これは、高位のモンスターが受ける最初の攻撃が攻撃者に跳ね返る。これいいじゃん。ゴーレム消えろ。いいの来たね。あ、ちなみに、この、ナイトメアキャッチャーっていうね、息消沈という効果。で、士気が減っていくんですけど、それが、物理ダメージに変わるっていうのがあるんですけど、これはね、意味もなく取りました。 何もなかったんでね。お、これ何与えれん。あ、売ろう売ろう売ろう。で、アーティファクト買って売れるんで、これもちょっと売りたいよね。さあ、結構進んじゃってますが、もう終盤ですよ、これかなりね。さあ、でも、こうや一回跳ね返るんで、これは面白いね。マスターボーナスだけあればいいから、これでいいや。イージーなアイテム狙いましょう。とりあえず、古の魔人をね、回復させたいなと。後衛だとこれか。氷耐性1体マイナスで。あ、これ後衛だけじゃない、全体になるのね。全体自然と全体氷か。ちょっとたまんないですね。あ、ちなみにこれもね、解禁したんで、ちょっと、まあ、見てみようか。やけど、こう、凍傷も変わんないか。よし。多分これで属性下がってるんで、弱体化があるから、氷と自然に強い方がいいかな。アーマーも高い方がいいと。5連か。5連真ん中だね。アバロいけるかな。自然めっちゃ食らうもんね。氷はいいんですが、こいつはトゲか。 なんだこれは。入れ替えは、あ、入れ替えるよね。そうか。こうで、まあ、こいつ前、いや、前はやめとくか、さすがに。一応火力担当として、アバロ、もういいや。後衛はこいつじゃないと思いますけどね。どうなるかわからないが。これ難しいね。一応、炎が効くんで、こいつ以外はね。
この重視かなと思うが、ダメージが重そうだね。こいつ倒したいんで、ゴーレム等で。どっち、どっちもどっちか。よし。きつそう。とにかくきつそうだ。さあ、これですね。敵を弱体化したり、これターゲットの相性に最も低いタイプの75ダメージを与えると。でこれね、最初じゃなくて、例えばなんかこういうとこで耐性下げてから使えたら大きいかなということで言ったんですけども、さあ全体にランダムなペナルティを2付与すると、余ダメージ 50% 減少でいいんじゃないかな。疲労が6、5、あ、結構減っちゃっちゃうか。これは結構運ですよね。まあ、一回いけ。じゃあ、凍傷やけど、ナイスナイス。こういうのは大きいね。これ、これで削ろう。このチームはとにかくやけどとかでいきますから。ほら、めっちゃ食らいますよ。で、弱体化して。いかれたチームだな。もうこいつについちゃうんだ。これ多分ついてるね。まあでも全体だから変わんないわ。さあトゲが痛いぞ。ほらよっと、1回目向こうなんだ。耐えれるか。でも凍傷ないから意味ないや。結構効いてますね。トゲが6、つまり攻撃力が110、氷ダメージが110と。こいつ相性いいかもね。こいつは攻撃されると増えてくんで、この全体がちょっとあだとなってる感じですね。めっちゃ痛そうだね。さあ、あいつはトゲで死んだね。こいつもトゲで死ぬんじゃないか。さあ、こいつトゲ9つい、おー。ナイス。なんかこれ前回も一応そうなんですけど、完璧なゲームが続きますね。ボスまで来てるシーンが少なすぎるから、ボス一発で抜かれる可能性もあるわけですよね。こうなると案外このカバン使えるな。ゴーレムと入れ替えよう。もうちょっと回復かな。トレーナー440だと微妙かな。トレーナーでもないんじゃないか。いやー、これもう出張とか行ってる場合じゃないよね。多分帰ってこないと思うんですよ、今だと。400で強化してるから、多分440で上がらないと思うんだよね。他にかけるか。いいや、他にかけよう。5連じゃないですか ?5連でしょう。彼さっきの力見せましたからね。彼は15のパワーを得ると。やっぱカバンと合わせてやれたら最高だね。カバンからトゲが移動してくるんで、これやばいな。ちょっと これにします。 OKOKOK。 リスクなし。メカニックか。これで終わりだよね。メカニックいきますか。凍傷3でいきましょう。よし。さあ来ました、チャンピオン。ということは、ゴーレム前にして、木入れ替えて、木の位置カバンにして、ファーリオン入れ、ケルタス下げて、これでいきます。一応コンボ的な感じになってるんで、来いよ。さあ何が来るかな。これがボスですが、おアークメイジか。凍傷ですね。で彼が攻撃されるとフレームシールドが付与し、人として受けたダメージを 35% で跳ね返すと、
弱点が炎なんでね、まあ、この場合自然で狙っていきたいなというところありますが、どうしようかな。これはマイナスは1体か。君だけだもんね。狙うんなら、炎も効かないならこっちかな。投書でいきましょう。途中部屋ではスタックなのでそんなに関係ないね。さあ、氷エリアに炎、前衛に炎なんで、前衛はとてつもない耐性力を要求されるわけですね。ゴレン無理だな。さっき大活躍したけど、ゴレンじゃないですね。物理、炎と氷でしょ。まあアバロか。硬さだけいったらゴレンいけるけど、マイナスじゃないと意味ないですからね。ゴーレムが一応理想かな。ゴーレムもこっちもいいけど、ゴーレムにしましょう。コレン、ここまでって使わないの？マジか。いやでも体力でもパーセントでいったら絶対これアバロの方がカットするんですよ。疲労つけるのも結構ありだけどな。ここだもんね結局。よし、しょうがないか。しょうがないね。だいぶ悩みましたけども、さあどうしようかな。ここもまた魔人かといったところで、風に対する耐性そんなないんで、これは慎重にこの子を使っていって、エムミス、まあ、どれが生きててもこのゴーレム相性良くないんで無理っすかな。盾としてのみですけどね。あんまりで負けそうなイメージはないかな。入れ替えとかでもないしな別に。出血を受けないだけか。アークメイジがモンスター倒した場合結構大変だね。さあ疲労でダメージ低下いきますか。ランダムペナルティも強かったですけど、これでね、まあ、炎ダメージを減らして、あんまりね食らえないようにしてと。でまず凍傷を受けている場合ダメージが増えると、まあとりあえず火傷でいきますか。でも凍傷の方がいいかな。ターゲット風マイナスなら2体マイナスだね。ダメージが2倍、凍傷でいきましょう。自分で効かないね。この多分炎が痛いかな。耐性下げる、疲労よダメージが増えるか。こっちかな。これ耐えていただいて、フレームシュートついてるんで火として与えると帰ってくるよと。凍傷でいいでしょ。これ効かないのか。まあ、次は火傷にしようかな。1回だけ決め。いやこれナイスナイス。何なのか。死んだね。これ炎を貫通して死ぬかな。貫通して与えるか。さあ火傷でいいですかね。こいつがね凍傷を効かないのがきついかな。あ、継続を効かないだけか。じゃあ凍傷の方がいいんじゃないの。
ダメージいったらあるわけでしょ。こっちにしようか。効いてる効いてる。死んでほしかったな。お復活。刺し殺そう。えい。あ、気絶したね。案外向いてきてるんじゃないですか。出血。もう倒れたでしょ。やけど下かけますからね。あいつをただ純粋に殴り殺さないといけないと。一番きついやつですよ。殴るパワーがないからこんなことをしてるのに。はい、116引かないんで、まあ風がいるからまだマシか。被ダメージが増える、耐性が下がる、これかな。受けやすくして、あと1回耐えるよね。やけど効かないからもう一番高いやつでいって、ナイス復活。よし、ファイヤーブレス。さあ、素晴らしい、完璧なゲームでしたね。さあ、このダイマズ寿司の2はクリアしました。クリスタルの触媒というものが増えましたね。いや、これ強いね。テーマごとに買って遊べるんで、前までと違ってかなりゲーム性が飛んでいていいですね。毎回めっちゃ楽しいよ。次じゃあこいつか。こいつはなんだ、これは悪魔的なクリーチャー、悪魔デッキかでもないですけど、悪魔も多いと。悪魔モンスター半々か。ケンタウロスがここだと結構使いづらいかもね。ライマズシレベル最高いってるんで、あんま意味ないのか。まあ、これですね、新しいアイテムは魔法耐性弱化。マスターが放つ呪文でダメージを負ったとき、ダメージが 50% 上昇すると。あ、なるほどね。使いづらくないこれ。マスターが放つ呪文、まあ、こいつですけども、その部屋に、の直前に行かないといけないんでしょ？なかなか大変ですね。何これ。これモンスターか？見たことないのがいますけども。これは風デッキかな、一応。悩ましいね。一応5まではあるはあるんですけど、順番でいきたいよね。まあ、特に5の場合こいつが一番よくわからないんで他でいけそうですけど、マスターメカニックだけ5がないから順番通りいってもいいかもね。よしよし、ちょっとまあ、2はクリアできたんで、またやりますか。でもこれがなんかね、一番いいデッキ感がして、今後どうかな。超えてきますかね。参りましょうか。